どこまで伸びるかということになります。さあ、そして日本畠田千愛の個人総合決勝が始まります。初めて臨む世界体操、その中で個人総合決勝の舞台まで進んできました。まず後方の抱え込み2回宙返り D 難度から始まります。さあ、この後ターン何回回るか。2回で止まりましたね。はい、リズムも落ち着いてまして着地まで狙えてるので、はい、いい出だしだと思います。ここも連続しっかりと止めてきました。落ち着いてますね。 0.1 の加点が入ります。しゃがんで3回回って E 難度。ダンス系だったりターンの技が多くなると、はい、認証されるのが難しくなってくるんですけど、確実にやってきているので今のところは全て取れてると思います。やはりこうね、回転数が足りなくて難度が下がってということもあるんですが、やや前傾になりましたがしっかりと止めました。初めての世界体操で挑む個人総合の決勝、畠田千愛がしっかりと落ち着いて自分の演技をまず見せていきました。はい、安定感がぴったりな演技ですね。まあ本当にね、緊張感もある中だとは思うんですが、確実を狙いにザの3、あ、水平の3回ターンも、はい、まあ、2回ターンにしたのはやっぱ確実に個人総合で点数を取っていきたいっていうのが見えますね。うん、団体ではトップバッターも多く